かっていうの話です。今僕の同級生の松沢君が共に来ています。スノーの養生寺さんっていうお寺の裏に住んでいる松沢君、覚えてますか？2019年の九州災害の時に彼の家は1階が全部流されちゃった。私は松沢君が半泣きで助けてくれという電話を受けて、私は仲間と一緒にシャベルを持って駆けつけた。何日も何日も泥かきをして、そして松沢君の納屋の中のタンスの中のものを何にも分からないタンス壊して、松沢君には気がかりな娘の方に向いている。その中にはね、松沢君の小学校中学校時代に着ていた制服だとか思い出のものがみんなあるんですよ。お母さんの着物とかみんなあるんですよ。もう全くに聞いてられない。みんな廃品として回収していきましたよ。今日もおやつそのことを思い出したから話をして涙が止まらなくなった。あんまね、悲しい思いをねしちゃダメです。絶対思い出も何もかもみんな捨てなきゃいけない。私は19号災害のあの時の教訓を忘れちゃいけないと思うんです。思い出も皆さんのそれまでの生活もみんな捨てなきゃいけないような、そんな思いはさせたくない。危機管理を充実させて、絶対また来る次の災害に備えて長野市は変えていかなきゃいけない。今の姿勢のままだと全然準備ができてないんです。私は加藤さんがやってこられたことをもう批判してるんじゃないですか。加藤さんがやってこなかったことをやっていこう、そのことを私は変えていこう、転換というふうに預けてる。皆さんお分かりいただけますか？分かりますよ。ありがとうございます。このままの流れでいくと災害の対応も不十分、未だに復旧もできてなくて自宅へ帰れない人がたくさんいるんです。1000人近くまだ被災住宅にいるんです。どうなっているんだ。私はこれまでの姿勢から転換して長野市が変わっていく、そのための転換期の大事な市長選挙だと思っています。皆さん、この選挙は本当に長野市にとってこれからの長野市の運命を左右する大きな大きな選挙になると私は思っているんです。相手の方を批判するわけではありませんが、私は60年生きてきて長野市は本当にこんなもんじゃないと思っている。本当にもっと底力があるし、もっと前に上に行ける市だと思ってます。皆さんぜひ私と一緒に長野市を変えていきましょう。はい。10月31日は長野市が変わる日、そして皆さんと一緒に長野市を変える日にしていきたいと思います。どうだ。ぜひとも皆様のお力をご用意いただきますようお願い申し上げまして、ご挨拶をさせていただきます。こんな寒い中お集まりいただきましたことを感謝申し上げますとともに、あと3日お力添えいただきますよう、そして3日後からも一緒に長野市を変えていきますように力を貸していただきますようお願い申し上げまして、ご挨拶をともさせていただきます。ご清聴ありがとうございます。よろしくお願いします。ありがとうございました。